とポルルトガル料理の冷製ス,ープであるスペイン料理のスープとしては極めて有名なものの一つとされる暑さの厳しい地方や夏に特に好まれるトマトを用いたガスパチョが一般的ガスパチョ角切りのガスパチョガスパチョ発祥の地はスペインのアンダルシア地方である初期のガスパチョはパン、ニンニク、食塩、酢、水だけからなっていたが 19世紀までにはトマト、キュウリなどが入るようになった。本来は木のすり鉢とすりこぎで素材をすりつぶしていたものの、今ではミキサーやフードプロセッサーを使うことが多い。しかし2の間では電気機器を使ってガスパチョを作るのは邪道であるという意見がある。野菜やパンはピュレー状にせず角切りにするだけの場合もある。 その日に作ったものより1日経ってからの方が味が馴染んで美味しくなるとされる。トマトを主成分とした赤いガスパチョが最も有名であるがトマトが入らない白いガスパチョもある。ポルトガルのガスパチョはスペインのものよりもパンの割合が多い。ただしそれぞれ家庭の味がありバリエーションが見られる。ガスパチョの語源はアラビア語でビシャビシャした。 パンを意味すると言われているだけでなく、他にラテン語のカスパとも言われ、さらにヘブライ語のガザズとも言われている。ありがとうございます。